対馬から盗まれた仏像を返して、日本の寺か韓国の裁判で言った。10年前に長崎県対馬市の観音寺から仏像が盗まれて、その後韓国で見つかりました。この仏像は韓国の政府が持っています。しかし韓国の寺が、昔日本人が私たちの寺の仏像を盗んだ、仏像を返してほしいと言って裁判を起こしました。最初の裁判では韓国の寺に仏像を返すように政府に言いました。しかし政府は不満だったため、もう一度裁判をすることになりました。15日に裁判があって、日本の観音寺の人が初めて出ました。観音寺の人は、仏像は私たちのものなので早く日本に戻ってきてほしいですと言いました。そして仏像は昔朝鮮半島でもらったと聞いていますと言いました。韓国の寺は正しい理由で、日本が仏像をもらったという証拠を出すように言いました。次の裁判は8月17日です。